藤村でございます。嬉野でございます。唐突に始める旅、今回その第2弾ということで、もう最終夜、新潟そして金沢を巡る旅、2泊3日ですね。こちらの方和倉温泉に到着をして、和倉温泉といえばね、我々水曜どうでしょうでもね行きました。ちょっとお宿違いましたけども、あのね、我々が泊まったのはね、多分ね加賀屋だと思うんですよ。加賀屋さんでした。加賀屋さん、泊まりました。それを行った時にね、ちょっとここら辺なんかお見覚えあるなみたいな感じでした。目の前に見えてましたもん ね。うん、そんな和倉温泉も新たなね、できてきたばかりの宿という、もうなんだかもう船に乗ってるような眺望で ね、そんなところに我々泊まって、これから一夜を過ごして翌日、金沢でもう一つ、飯を食うということでございまして、何を食うのか、何を食うんでしょう。おはようございます。おはようございます。和倉温泉に泊まりましてね。海舟さん。海舟さん。もうなんか船みたいな感じですよね。あ、まあ、身内岩でも。もう本当にね、海のすぐそこっていう感じでね。はい、風呂の方もですね、はい、なかなかオープンな感じで。うでね、もうなんかあそこ、全室になんか露天風呂、自前の露天風呂があるみたいですね。あ、そうですか。だからなんか人がいっぱい人気で。ああ。だから誰も大浴場に来ない。大浴場少なかったです。少ないでしょ。だからもう満喫されてるわけですよ。そういうことですか。はあ。いや、それにしてもね、はい、昨日金沢着いて、はい、まず、回転寿司食ったじゃないですか。食いました。あ、素晴らしかったですね。のどぐろが美味しくございました。美味しかったですね。ホタルイカ。ね、札幌もね、回転寿司、はい、非常にメッカと言われているようなとこですけれどもね、はいはいはい、金沢勝ってましたね、ちょっと。先生が言うんだよ、やっぱり気を感じましたか。感じましたね。ただね、札幌よりもやっぱり値段はね、若干高め。トータルの値段は。のどぐろ高級ですもん、ね。800円とかしてね。180円とか。回転ですね、実力。やはりこっちに来ないと食えないのどぐろなんですよね。そうそうそう、ちょっと素晴らしかったですね。そうですね、食ったことあるんですよ、今まで何回も。あります。あるんですけどね、初めて美味しさが分かりましたね。感動したんですね。そうなんですよ、ね、まあ、最後に一貫食ってみたい。いろんなああいう美味しいちょっとこうお魚を食ってる間に差し挟むには絶品であるという、ね、素晴らしかったですね、はい。でこれからもう東京帰るんですけれども、そうですね、この後電車に乗ってまた金沢、はい、また金沢寄りますからね。寄りますからね。朝飯も腹いっぱい食っちゃいましたからね。ちょっとね、金沢行ってから考えようかなと。こう、腹の具合とね。それはそうですよ。そうです ね。サンダーバード乗って、はいはい、あ、来ましたね、したサンダーバード。おー、行っちゃうんじゃない、大丈夫ですか。いやいや大丈夫です。いいですね。おー、来ましたよ、ちょうど。ビスタッとね。
金沢駅に再びやってまいりまして、ずいぶん冷えてきました。寒いですね、ちょっとね、若干ね、半袖だったんですけどね。そうだよね、ものすごい暑かったのに。金沢ね、昨日回転寿司でまあ大満足いたしましたけども、ましたね、あの金沢カレーっていうね、カツカレー、カツカレーですよ。なんかかなりね、あの B 級感のあるね。いいですね。あの行きます、今。いや、まだまだですか。今11時半ぐらいですよ。9時にだってあなた朝ごはん食べたばっかりですよ。だけどこれ逃すと今度昼時になっちゃいますよ。行きますか、じゃあ。行っていいんじゃないですか。もういいですよ、私も。いいでしょ。私も破れかぶれ。あの一応ご紹介のために、ね、私はね、一度食ってみたいっていう気はあるんですよ。私はそうです。いやー、先生、近江町市場やってまいりました。ね、いいですね、はい、いい感じですよ、はいはい、ここでカレーを食うというね。普通だったらこれね、解散とかね、いろいろあるんでしょうけどね。まあそうですね、カレー食いましょう。カレー食いますか。ええ、タケノコ販売してましたよ。タケノコがすごいね。なんかもうあのご年配の方がいっぱい退去してすごい長蛇の列ね。あのお寿司だとかね、かあの懐石とかね、ずいぶん食ってますから ね、 そうですね。こういう時なんかはちょっとね、いやもう風情ありますね。ありますね、はいはい、いいですね。はあ、ね、ね。分かって言ってるんでしょうかね。多分こっちだと思う。こっちですか。はいはいはい。いや、いいですね。はあ、お寿司屋さんがもう軒並みですね。ああ、うわ、こっちはもう魚屋さんですか。魚屋さんがすごい。ね、いや、胸を。ノドグロっていう魚は赤いんだね。ああ、はい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 。うわ、タケノコ。タケノコ。すごいですね。へえ。うわ、白エビの天ぷら。うわ、いいですね、ここ。いいですね。へえ。ここじゃないですかね。これですか。これ、ここもお寿司屋さん。ねえ。近江町。ああ。市場かな。あ、カレーのチャンピオンそこありました。あ、あった、あった。営業中。はいはい、ここに。ここに。ここに我々行くんですけど。これですね、カレー。これに行きますね。どっから行くんですかね。あれ、地下。あ、これが、これタケノコだ。あ、ここ銀行。俺、どっから地下に。エルカツ、エルカツ、これですわ。エルカツ S、M、 あ、 S でいいですね。 S でいいですよね。 S 食べましょうか、ね、よしよし。タケノコ販売始まりました。すごいもん、熱の入れようだよね。ねえ、いいじゃないですか。私ね、これこれ、フォークで食べるっていうのがいいんですわ、私。フォークで食べるんですもんね。好きなんだ、初めて。これやっぱりね、食べていいですか。福神漬けをいただいて、はい、あれ、何、よし、うん、おいしょ。あ、先生食いました、もう。なんか福神漬けありますよ。いや、むしろ農産級。あ、そう。ええ、もう美味しいですか。いいですね。いただきますよ。どれ。うん。あ、普通にうまい。みんなそう書いてますよ。あ、で、カツがね、なんかちょっと懐かしい味がする。あ、で、この。ああ、うん、いいですね。いいですね。うん。なんか歴史を感じます。ああ、いいですね。いいですね。これぞカツカレーって感じですよ。ああ、で、上にまたソース乗っかってるじゃないですか。乗っかってますね。これがいいんですよ。
なるほど、ね、なんかあの増えちゃってますね。は増えてますね、なんかね、朝ごはん食べたばっかりと思いつつもやっぱり増えますね。こういうの食うとはやっぱちょっと増えますね、うん、おいしい。声は上げませんけどね、うん、うわ、うん、うまい。いやでもなんか納得の、でまあ、納得の納得のなんかこう、うん、牛飯で来るにはね、うん、もうこれはもういいですこれ、はい、さあさあ先生、はい、カレーをですね、うん、近江町市場の方で食いまして、はい、意外に良かったですね。意外に、はい、そうですね、食いましたね。意外に食っちゃいましたね、はい、意外とね。あれが怖いですね、このところはね。カレーの怖さね。それでね、はい、別に我々そんなに興味はなかったんですけどね、うん、せっかく金沢に来たんだったらね、うん、どうでしょう、ゆかりの地ということでね、あ、絵はがき旅でしたね。絵はがきでね、あの武家屋敷かなんか、なんか格子戸みたいな、格子戸みたいなありましたね、それで探したなんて思い出がございます、ね、ございました、はい、武家屋敷も来ましたから、こうやってね、もうこういうもまさに武家屋敷、そうですね、土塀に変わらどうもよく思い出せないですけど、まあこれにありますからね、そのまあエリア的にもそんなに広くないですよ、ね、そんなないですから、はいはいはい、あの時もね、あっさりとあこれだなんつって見つけましたから、そうでしたよね、はいはいはい、ちょっとまあそこら辺歩いて、ね、見つけてみましょうか、まあ、雨も降ってきましたから、まあ、早めに見つけましょう行きましょう行きましょう、風情がありまして、ね、ほら、あ風情がね、武家屋敷、ね、いいですね、ああ綺麗ですよね、綺麗ですよ、昔のこういう家屋っていうのはね、はあ、あ桜が今も残念、あれはもうへえ、こんな感じでしたかね。なんか地図がありますけど、ここにヒントとかないですかね。なんかね、曲がっていったような気がするんですよ、はあ、カーブじゃなくて、なんか曲がったったら次こっち行ったらあるんじゃないですかみたいなことを言ってた覚えがあるんですけどね。ここになんかその、あ、ありますね、武家屋敷跡とかがあるじゃないですか。ああ、で、そこ、ほら、現在地の下のとこ、あ、これ、いや、下、これミュージアムとか書いてある、そこってカーブになってるでしょ、なってる、なんとなくそれじゃないですか、もうじゃあもうそこじゃあるじゃないですか、これ左に行って、ええどんつきの影十字右にいれば、まあある、ね、あるんじゃないですか。あ、どんつきありますもん、ほら、ああ。じゃないですか、行く前にもうこれこれでしょ、ああ、それですよ、これもう曲がったらありました、これですよ、こんなゲームってありますあ、これですよね、よ多分ね、これだったらここで回せよ最初にあ、これですね、これです、これです、あ、これですね、これですね、懐かしいですね、懐かしいですね、8年ぐらいじゃないですかね、あ、絵はがきの旅、あの時はね、ここすごい人でしたよ、そうです、人がすごかったですよ、そういえばそうです、今からっきしいないじゃないですか、これ雨だからですかね、ここでした、ここでミスターが、うん、打ち子かなんかの、そうですそうです、絵はがきを引いて、そうですそうです、そうですそうです、随分みんなに叱られながら、叱られながら、あ、こっから四国行ったんですね、そうじゃないですか、うわぁ、大泉が呪われてるとかって言って、言ってそれで千々岩博士を回った方がいいとかって言ってはぁ、あ、これですね、だったんですね、へぇ、まあ、変わらずこの風情、風情だけど人が全くいませんね、逃げなくなったんですか逃げなくなったのかないいですね、はぁ、来たんですね、僕たちね、来ましたね、で、こっから四国へ行ったとです無茶なことしてますね、せっかく来たのにね、せっかく来たのにでもあれきっと四国から来たんですよ、ああ、あの霊山寺から、あ、そうか、霊山寺ってここ多分引いたんじゃないですか、あ、そうか、でまたミスターがあるしっかり引いたもんだから、あ、そうなのかな、はあ、まあここ我々の、ね、これですね、あっという間に見つかりました、帰りますか、帰りますか金沢武家屋敷、いいですね、ああ、まあいいですね、ちょっと先生向こう歩いていってもらいます、これ人が全くいないですよこれ、いやなんか雨がほら石畳がちょっとね、ねえ濡れて、いいですね、へえ、あ、いいですね、ああね、金沢の旅ということでございましたね、あ、風情ありますねHehehehe
ね、おじさんたちのね、カレー食いましたね。カレー食いましたね。ああいうのもね、やっぱりちょっとどうですか、食べたくなりませんか。ちょっとね、やっぱりね、食べたくなるんですよ。ありますよね。しかもカツカレーっていうね。カツカレーはあれですよね、先生も私も好物ですもんね。そうなんですよね、カツ好きですからね。カツ好きは本当に共通点ですよね。とはいえ、名店のとんかつ屋のカツカレーはどうだっていう。という。そこであの薄っぺらい ね、うん、ね、そうですそうです、じゃないとやっぱりカレーには合わない、ね、あの肉の薄い感じ、お前二度揚げしただろうっていうそのカリカリとした衣ね、あれいいですよね。いいです、あれでしんなりこうカレーがこう、いやそうなんですよ、そのね、まだね、なんていうかほら金沢って言えばね、昔から歴史があるところ で、 で、ね、もちろんこの和食、そうです、京都の文化がねもう直でますから、そんなところでね、うん、逆にそういうものばかりではなくて、そういう B 級グルメじゃないですけれども、そういうものも実はこう裏で発達してるっていう意味で言うと ね、 ううとね、なんていうかね、あのもうカレーも、特に変わったところがない、変わったところはない、もうなんかあのカレーのなんかその名店、金沢カレーの名店が3軒ぐらいあるけど、あるあるある、それをきっちりレポートしたね、地元の人が言いますけどね、どれもやっぱり同じみたいな、きっとね、普通にうまい、そう普通にうまい、でも田辺さんそうでした、とにかく普通だから、そこにね、私はね、あのソースをかけたりね、なんかするっていうところにね、たまにこういうものも織り交ぜていくということ で、 いいで食生活も多少豊かになっていくという、ね、今回の旅でございまして、ね、今現在もうなんかカレー食いたい気持ち、今ちょっとカレー食いたくなってきましたね。ということで我々、はいね、またこ う、 こうご覧になったようにですね、ほらほらほら、あの最初の方はですね、前こちらの前枠、うんうんうん、とある駅のホームで ね、 でね、田舎駅のホームで撮っておりまして、もうこれ全然本編とは関係ない、関係ない言い方ですからね、まあ、実は我々も常に第3弾を刊行しておりまして、うん、その途上ということでございますね。ガツガツ来てますね、なんかね、いいですね、今回も今回も良かったですね、果たして誰のねプレゼンが勝ったのかっていうことも楽しんでいただきたいんですけど、これはもう今日も3回目ですからね、3回目、うん、もうその日にプレゼンをしてね、圧倒驚くような展開が待っております。どうぞお楽しみに。そちらもお楽しみ。近日公開公開